高校球界ナンバーワンの投手がねプロに入ってきたらどんなもんやと、うん、ビッグダディのたけしが決めるぜベイビーとは。はい、こんにちは、山崎たけしです。こんにちは、松下なぎです。はい、本日は楽天イーグルスに復帰した田中将大投手についてたけしさんにいろいろ聞いていたいなと思っています。もうこれ野球ファンはねもうこれが一番聞きたいんじゃないかなって。そうですね、もう今もう一番ホットな話題で ね本当に、まあ、実はね僕キャンプ、はい、楽天もね一日行ってきたんですよ。そうですよね、残念ながら田中いませんでした。あ、そう見たのかなっていうのはちょっと聞きたくて、そうで、なんかどうやら5日にね、入ってきて、はい、ね、まあ、入れ違いっていうことになってしまったんだけど、日本の野球界にとってはすごくいいね、はい、ほんとホットな話題で、はい、復帰って聞いた時、たけしさん最初どう思いましたか？メジャーでやれよって思う。なるほど、それが正直な、いや正直な気持ち、うん、え、メジャーじゃねえの、うん、私もちょっとびっくりしました。戻ってくるんだっていう、うん、だけど、まあ、にわかに日本復帰だっていうね報道がちょっとちらほら出てきた時には、うん、帰るならもうイーグルスしかねえぞと、うん、楽天だろうっていうふうに思いましたね、うん、まあ、ですけど日本に帰ってきてこうやってやっぱり田中という話題がね、うん、まあ、こう日本中にこう話題をこう今沸騰してるけど も、はい、もう帰ってきたならば20勝してくれよと、いうそういう、まあ、一緒に戦った後輩にはね、うん、そういう、まあ、応援を したいかなと思うね。たけしさんと田中投手は、うん、その現役時代交流だったりとかそういったことあるんですか？そりゃね、うん、田中が入ってきた時のことね。あ、そう、それがすごい聞きたいなと思って教えましょうか。はい、まあ、やっぱり甲子園で斎藤佑ちゃんと田中と投げ合ってね、はい、マー君と投げ合って、はい、再試合して最後にね、ゆうちゃんが勝ってっていう、うん、で、まあ、あれでこうねわーっとなって、はい、すごかったですね。僕がイーグルスにいた時にね田中が入ってきたんですけども、うん、はい、あの時はね田中も1軍からねいきなり18歳からキャンプスタートだったの、うん、やっぱりもう記者はさもう田中でしょ。すごいですね。でもう一番初めに思ったのは、はあ、正弘かわいそうだなと、うん、もうこいつプライバシーないなと、うん、うん、もういつも記者に追われてね、それは記者とかメディア嫌いになっちゃうわなと思って見てたんですよ。まあ、でもねその時にね僕ね一つだけね正弘に言ったことが、うん、記者のたちも確かにいろいろこうね話をするけども、間違いなくお前よりも先輩方が多いと、うん、そういう部分に関してはやっぱりちゃんと挨拶とかもし聞かれたら受け答えっていうのはちゃんとしていかなあかんぞっていうことを、うん、まあ、田中に行ったことがあります、うん、そしたらねやっぱ田中はねすぐね受け入れてくれた、うん、分かりました。でそれからやっぱりちゃんとこうねメディアに対しても受け答えしてくれる、うん、だから僕が見ててもすごくねそういうのは変わったなっていうね印象が、まずね田中に一番初めに僕が声かけた、あ、それが初め、ね、うん、だってあんまり不愛想にしてたりとか、うん、変なことしてたら変なこともね嫌なことも書かれるから、ね、人間のやることだから、うん、もうこれ感情で書いちゃうから、うん、でそういう部分ではやっぱり田中にプラスになるようにね、うん、そういうことを言った覚えがあるかな、うん、でねやっぱり入ってきてキャンプからスタートでしょ、はい、行った時に正直ね、うん、高校生の優勝投手、うん、ね、もう高校球界ナンバーワンの投手がねプロに入ってきたらどんなもんやと、うん、まあこっちはもうプロ20年やっとるぞと。そうですよね、うん、なもう大したことねえだろうと思って、初めてねシートバッティングというねバッティングゲーム形式の試合形式のあれで田中が投げて僕が立ったら、僕いきなりホームラン打ったの、うん、うん、マー君から、はい、あ、高校生こんなもんやと、うん、正直言ってね2月3月オープン戦の時はあんまりねすごい変に見せてなかったの。あ、まあこんなもんやなって、あ、もう僕もそうだし、うん、もうチームもそうだし、うん、あの時はね野村監督だったんだけど、野村監督も開幕田中を一軍で残すかどうかっていうことすごく悩んでたの。やっぱり無理かなって、うん、そういうオープン戦でのバッターとの兼ね合いを見てても、うん、ちょっと難しいかなって野村監督ね悩んでた。今の田中投手からはなんか想像がつかないでしょ。でね、まあいかんな、もうその時にはね聞いてたんだけど、野村監督が、そうやな、もうやっぱり2軍からかなと、自分じゃないかなってね言ってたんだけど、最後の最後にね監督ひっくり返して残したのよ。1軍に1軍残した、
そしたらね、変に見せてくるわけよ。はやっぱりこう一番ね変わったのは気持ちがすごい前に出るようになってきた。高校野球でもうわーって投げたでしょ、うん、投げる。オープン戦の時はそういうのがねちょっとなかったの、うん、やっぱりこうよそから来てまだお客さんっていう感じでやってたから、うん、まだこうなんて自分の気持ちをうわーっと表に出さなかったんだけど、うん、公式戦になったら表にうわーっと出るようになったら、うん、こいつなんやっていうぐらいねやっぱりこう変身するんだよ。そうそうそう、精神力がすごかったんですね。それから徐々にガーッとね、うん、徐々にだけどね力つけていったね。へー。だからその時にまた感じたのがやっぱ波じゃねえなこいつと、うんうん、あやっぱり高校球界ナンバーワン、そしてねやっぱりものとしては素晴らしいポテンシャルを持ってきた男だなと思ってね、そっから見直したね。その時は今現在の田中投手のようになるのは想像してましたか？まあでもいずれメジャーっていうのはあるなと思って見てた、うん、いずれこいつ行くだろうなっていう、日本だけでは物足りなくなってくるんだろうなっていうのはあったね、うん、でねやっぱりこう彼は1年目で新人を取って活躍したんだけど、でもやっぱり修正するところってたくさんあったの。クイックモーションがね田中1年目できなかった。めちゃくちゃ人見知り。大好きな野球の話をお届けするため山崎たけしチャンネル始めました。ぜひ見てください。登録してね。